今誰のか誰がお聞きになったんですか。こっちじゃないですか。これいいですか見て。あのここにそうするとあの名札切ってあの作品ちゃんが書いたところもあるんです。いいですか見て。何時出発するの ?1 時 ?1 時半か。すごいわ。ちーちゃんで作ったんですね、ちーちゃんで。素晴らしいわ。見たことない。 YouTube にあいっぱいあります。そうですよね。なんでわかった。なんか去年映ってたんですよ。はい。それでいい感じで、いつもなんかこのこれでこれでこれで、あらら、私去年このみこしいっぱい撮った、はい、でもみんなありがとうって言われた。メールコメントとか、ほら今日もう一回このみこし見に来ました。これは大みこしの中で一番でかいかもしれない。あと神奈川県も大みこしね。これは神社みこしじゃないから。大みこしの中で、これ、関東地方と水の中で。大みこしはでかいです。でかいでかい。でも神奈川県、横須賀。横須賀も。仙岸みこし。すごい。何でこんな大きいじゃん。前は向こうやった。ああ、今年はちょっと変わって、こっちからスタートで、ここまで行ったりに変わって、駅前に。車がね、車がね、車がね。あれも通れんのかな、なんだ。自分の破り方なのかな、ブルーですよ。ブルーじゃないんで。またもう一回撮らせてください。うちの奥さんが映ってて喜んでるんです。ああ、よかったよかった。ガソリで、まあ誰が名前でも、何人ありがとう。はい、私朝別の町より行った、そこの亀戸天神、京都亀戸天神の亀戸、今朝ちょっと見た。私の YouTube お名前わかる？サイトの名前、YouTube、私の。わかる、わかる。結構みこし、日本の祭り。まあ、鳥越とか。はい、まあ、すごい。言ってますよね。私の YouTube 鳥越の、私、鳥越神社の宮司さん、メール送ったことある。私、いろんなラボット。なんという日本語で、ラボット。神社、歴史とか、鳥越の、ご本社みこしの、由来とかいろいろ結構いっぱい、日本語とあと英語の外国語みんな分かりやすい。 あそこから神社からそういう感謝のありがとうっていうのを聞いたことある。いいじゃないですか。あ、すごいですよ。私今年も特別に、神社、私みこしと一緒に行くように反対、ももらった。あ、そうなんですか。よかったじゃないですか。宮入りの時、すごいとんでもない、やばいでしょ。宮入りは外れた。危ないですからね。それだ。解決者と囲まれて、いや私、ジョーナリストとかいろいろ行ったり、行ったら、ダメや、もう出ていけみたいな感じ。とんでもないことになっちゃう。危ないですか。